バーミンガムの A38 にあるダートマスサーカスのラウンドアバウトに再建されたボールトンワット社製の蒸気機関送風機。1817年製で、もともとはネザトンの鉄工所 MW グレイジブルックで使用されていたもの。ボールトンワットは産業革命機のイングランドバーミンガムでマシュボールトンとジェームズ・ワットのパートナーシップとして創始された会社。 このパートナーシップは分離業縮機を備えた蒸気機関についてワットが持っていた特許をもとに事業を起こすべく1775年に結成された。この特許によって従来の入庫面式の蒸気機関よりも燃料効率を向上させることができるようになった。当初、この事業は当時まだ農村的な地域だったハンズワースの最南部にあったボールトンの屋敷。 双方ハウスに近い双方製作所を拠点としていた。しかし、蒸気機関の部品の大部分は他社によって製造され、例えばシリンダーはジョン・ウィルキンソンが製造したものだった。1795年、ボールトンとワットはバーミンガム近郊のスメジックの双方鋳造所で蒸気機関の自作を始めた。パートナーシップは1八百年にそれぞれの息子たちへ引き継がれた。 この会社は120年以上存続し、1895年にも蒸気機関を作り続けていた。この時期の蒸気機関は少数ながら今日まで保存されている。この会社は極めて詳細な事業活動のアーカイブを残し、それは1911年にバーミンガム市に寄贈され、バーミンガム中央図書館に保存されている。以降、同館は関連した。 様々なアーカイブを収集するようになっている。ありがとうございます。